どうもフィッシャーズシルクです。どうもフィッシャーズマサイです。どうもフィッシャーズダモです。ダモです。心霊系でございます。そう、この家よく出る。知らない。まだ知らん。スクエアと呼ばれているスクエアという高齢率でございます。遭難の時にどうやらなんかやるらしいね。至って簡単でございます。四角形の部屋に全部の角ね、一人ずつ座っていただきます。一人目の人が、壁をこうやって伝いながら、二人目の肩をこう叩きに行くと。壁伝いながらって、あのロッククライミングみたいな。そんな難しくない。まあ四つ角に人がいるかな。で、一人こう移動してタッチしたらここに座って、二人目の人がこう行って三人目をタッチしてここに座って、三人目が四人目のところに行ってタッチして座って、四人目の人がさあ誰にタッチするか。もしタッチしてしまったりこう肩を叩いたら、そいつは元いたメンバーじゃなくて幽霊ですよ。今からね、四角の部屋に移動していきましょう。こっちに四角の部屋あるの。ちょうど四角だよね。そう、ちょうど四角。ではやっていきたいと思います。霊である5人目をタッチしに行くかもしれないのはこの形です。お前がタッチして、謎の5人目に俺タッチされる側だからね。もしかしたらまさぐらよかもしれないもんね。まさぐらではしないと思うよ。なんでそんな変態おじさんがいるの。あなたが5人目にタッチして、俺はまあ1人目なので逆にタッチされる方ですね、謎の1人。じゃあ行きまーす。目閉じて、開いた。じゃあここに座ります。じゃあマサイ君は、あー汚い。じゃあ俺がなんかイモシの手みたいなところに、マジか、もうやだやだやだ。これでタッチしてしまったらいるってことだね。あぁ4人目が俺の足乗ってんだよ。俺痛いんだよ。めっちゃ頑張って。うわっ、まだいるの。何か、まあ、誰だいる。待って、俺今壁ついたよ、これ。あ、角だ。マサイ、はい、そっちにいるな。ダーマン、あっ、このスクエアという高齢術はですね、非常に危険ですので真似しないようにお願いいたします。もし真似をする際はいたずら好きな人がいない時にやりましょうね。いたずら好きといない時にやりましょう。やりましょうね。お前ら動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。アデュー。すいません、行こうぜ。飲み行こう。飲み行こう。